1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生しました。医師になって7年目の冬でした。私はたまたま病院に泊まっていました。たくさんの方が運ばれてきました。たくさんの方が目の前で亡くなっていきました。その時、私はこの経験は絶対に次に生かさなければいけないなというふうに思っておりました。その7年後、私は兵庫県災害医療センターという新しい病院ができたので、そこに勤務することになりました。そこは災害医療を専門とする病院です。折しも厚生労働省が阪神・淡路大震災をきっかけにいろいろなことを改革しました。一つ目は災害拠点病院という、とても災害に強くて地域の災害時の地域をリーダーするリーダーシップを取るような病院です。2つ目はインターネットを使って全ての病院の情報を網羅し、情報を集約する、そのような仕組みです。もう1つはその集約された情報をもとにいち早く駆けつける医療チーム、これを DMAT と言います。この DMAT を作りました。これによって東日本大震災や熊本地震でたくさんの医療活動をし、たくさんの方を救うことができました。ところで皆さん、最近地震が多いことに気づいてませんか？私が皆さんのような高校生の時にはそんなに地震は起こってなかったです。地震の専門家に言わせると、どうも日本は地震の活動期になった、そしてこのあと大きな地震が来るというふうに言われています。政府は今から30年後に 80% の確率で南海トラフ巨大地震が来るというふうに予測しています。そしてそのように準備をしています。我々医療関係者もそうです。我々はいつでもどこでもどんな時でも医療を受ける権利があります。そして災害時でもそうです。そのために我々災害医療を携わる者は普段から研修や訓練や準備や計画を立てて、いつでも災害医療を提供できる、人々のために貢献できるようにしています。非常にタフでハードですが、やりがいのある仕事だと思っております。